ちゃん。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。このね、豊さんの動画にも何回か出演されてくださっているダルビッシュ投手。はい。はい、サンキュースポーツさんの大型企画のインタビューに答えてまして、結構こう、最近の記事がセンセーショナルというか、まあ、そうだよねっていう賛同しているファンの方も多いと思うんですけれども、日本のそのコーチ陣は勉強不足と。まあ、全員が全員っていうわけではないですけど、やっぱりそういう方は一部いるというのが見出しに出ていて、結構これが今話題になっているんですけれども、この記事の中でまずダルビッシュ投手が言っていることは、その今の世代のコーチたちというのは自分たちが教わってきた時にやっぱりその根性論であったりとか精神論まあ確かにね、はい、こういうふうに乗り切るんだとか、走り込みがあるからやっぱり乗り切れるんだとか、そういえば精神論だったり自分が教わってきたことをそのままコーチになって選手たちに伝えると、それは危険だなやっぱり、ね、それね、そう でも今の若い子たちっていうのはやっぱりすごく頭のいい子たちが多いなし、やっぱり SNS でも YouTube でもいろんな動画上がってますし、あと本当に科学的根拠で証明されていることも多いと、っていうことでやっぱりコーチ陣も勉強していかないとダメというのをまずは第一に挙げています。いや絶対そうだよ、うん、例えばさ、はい、俺に野球教室の話があったら、はい、ドキッとする。いや今の子供たちについていけるかなっていう、あその時代の、いやだから自分の感覚もあるけども、うん、今の行われていることを自分で実践してみないとさ、うん、分からない部分があるんだよ、うん、だからバッティングセンター行くときあるもん、はい、いや単純に難しいのか、いやだから飯食いに行くところが下がバッティングセンターなんだ、はいはいはい、だからその時にちょっと飯食った後か飯食う前に、うん、これちょっとどういう軌道なのかとか、はい、後ろの大きい人の方がボールが飛ばせるとか、はい、そういう感覚的なものは分かるかなと思って打つ時があるもん、うん、あそうなんですか。いやあるある、へいやそれはね、あの守備でどうのこうのって言う人いないでしょ、うん、はい、なかなかね、うん、で守備は基本があって、こういう取り方が一番確率がいい取り方だよっていう、これはねなんか崩れていかないんだよ、うん、科学的に証明していかないんだよ、はい、ね、そうですね、ただやっぱポジショニングだとか、うん、キャッチャーが盗塁に投げる位置だとか、うん、これもやっぱちょっと変わってきてるからね、うん、だからそういうことも理解してなくて、うん、指導するっていうのはやっぱ危険だよね。そうですね。でバッティングは特に確率の低いことだから、それを確率を上げるためにはやっぱいろんな方法があって、その人が持ってるパワーだとか、うん、バランスだとか、そういうのを踏まえた上で科学的に根拠を出した上でこのラインが合うなっていうこともやっぱ出していかなきゃいけないと思うんだよ、はい、だから教えてくれって言ってもドキッとする時がある。いやそれで YouTube とかでもやっぱバッティング理論を解説されてるそのアマチュアの方とかたくさんいるけど、いやーよく考えられてるわ。あそうなんですね。俺らが教わった時っていうのは全く正しくない正しくない正しくないけども、それをふんふんって言いながらやりながら形は全然違うという、はい、いうことが現実だったんだよ。それはさ、上から打って上から打ってって、うん、上から打ってね、上から打つ、左肩出すなんて出過ぎだみたいな、うん、どうすればいいんだろうですよね。みたいな、まあ、いや単純に言えばそういうことなんだよ、うん、でもドライブラインにこうやって入れていくと肩なんて出ていかないんだよ、はい、ね、とかね、いいバッターってこういうバッターって絶対いないんだよ、うん、やっぱこういうバッターが多いんだよ、はい、昔から、だからそれを今科学的に証明し言葉として伝えることができてるんだよね、うん、はい、だからもちろん技術も進化してるし、で今の子っていうのは一本打つためにいろんなことも研究してると思うよ、はい、だからね安易にね、うん、俺らが技術論っていうのはなかなか言いづらい。ああそうか、うん、だからまあダルビッシュが言うように勉強不足っていうのは絶対そうだと思うよ、はい、あとやっぱ今の野球を教えていかなきゃいけない、そうですね、こっから先にどうなるんだっていうことも教えていかなきゃいけない、うんうん、だから過去のことはもう切り捨てていかないと、そうです、ね、どんどんここを見ていかないと、うん、現状先っていうことを見ていかないと、うん、もうそれは勉強してないっていうことになるよね。そう
そうですよね、うん、じゃあどうしてもそのやっぱり日本で言われてしまうのは精神論だったりすると思うんですけど、それはもちろん最後の最後に精神論は、まあ、来るかもしれないですけど、精神論っていうのまああんまりもう言わないんじゃないのかなっていうような気はするけど、ね、どうなんですかね。いやもうだいぶ現場から遠ざかってるから、うん、ちょっとわからないけど現場のことはね、うん、まあだけど精神論を言う人ってあんまり聞かないけどね、もうね、もうね。あとやっぱり現代のスポーツってその医療科学、うん、と一緒に連携してスポーツ科学だったりとかで研究室の研究者がいて、どういうふうに例えばバッティングにしても打てば、まあ、大谷選手なんかは飛距離出るのかとか、よりこうスムーズに出るのかとか、それはピッチャーの構えとか投げ方もそうなんですけど、メジャーリーグってやっぱそういうの多いと思うんですよ。現場にすごいで、日本はまだまだようやく今、うん、ここ昨今あると思うんですけれども、コーチじゃない人が現場に入ってくると、うん、そうするとやっぱりじゃあコーチ陣のプライドとかっていうのも意味はとか、いやプライドっていうのは、うん、勉強してないコーチは、うん、プライドをこう引き裂かすというかさ、はい、まあ、そんなことはあるんだけども、うん、やっぱ教えてもらおうと思うと、うん、やっぱ素直に耳傾けるよね、うん、あそういうこともあるんだっていうようなね。だってさ、俺らがね、やっぱこう140キロ、145ぐらいまでの球を、まあ150キロ投げる人もいたけども、だいたい平均すると140から145キロの球を打ってた、うん、そのバッティング理論と、はい、今150キロになってるからね、平均が、うん。そうなってくると、やっぱ技術的に変わるのはね、絶対必然なんだよ。うん、だからそこをやっぱり勉強してもらわないと伝えることができない、打たすことができないっていうことになる、うん、だって150キロのフォークが来るんだから、俺らはもう速いと思ってまっすぐだったからでもそれが落ちるんだから、そうですよね、だからそれはやっぱ勉強しないとどういうふうに対処したらいいかっていうのは経験では語れないよね。そうですよね、だからコーチの方の中でもやっぱりすごい勉強されてる方とか、柔軟に取り入れてる方とか、球団の中でもよりその科学的根拠をたくさん取り入れてる、もちろんチームもありますし、ただ例えばどうなんでしょう、コーチ陣の中でも自分の言うことを聞いてくれなくなっちゃう、存在感がなくなっちゃうっていうふうに思われる方もいるんですかね、中には。あのね、うん、全て知ってるコーチなんかいないよ、うんうん、ということは自分も選手たちと一緒にまあ、進化を続ける、うん、選手がこのぐらいの進化を努めてるのがやっぱ先を行ってあれしないとな。そうですよね、で伝えていってあげないとね、うん、それはやっぱりコーチとしては失格だよ。ですよね。でだ古いそのステレオタイプのコーチがいて、ですごくこう SNS とか科学的根拠を勉強してる選手がいて、こういうふうに言われてもこっちの選手はいやもうそれ時代遅れだしね、いやこっちは YouTube で見てるからそうですね、いやだから理論的にやっぱりそれは上に行かないとやっぱり話は聞いてくれないよ、うん、そうなんです。ただボトルネックがどこにあるか、うん、まあ、そこさえ掴んどけば、はい、多分話は早いんだと思うけども、うん、まあ、そこも掴めないで、うん、自分の経験だけ言ってたんじゃ、うん、もうこれは話にならない、なんかもうスルーされちゃいますよね。いやだからもう本当昔はね10年一昔って言われたけど、ある時から5年になって、はい、今もう3年ぐらいになってるからね。多分その期間ってどんどん短縮されていくでしょうね。いやそりゃそうだよ、うん、だからまあダルビッシュが言ったって言うけど、ダルビッシュが入団した時と今とでは相当な進化してると思うよ、うん、だから彼はそれについていって、うんうんうん、それより先を行こうとしてるから、はい、そういうことが目について嫌なんだと思う、うんうんうん、余るんだと思う、うん、いやだからそれはやっぱりコーチとしてやっぱ責任を負うんだったら、まあ、そういうことはすごく大切なことだなって思うよね。ですよね。プラスアルファ、例えば日本の球界でもそういった科学的なスポーツトレーナーであったりとか、そういう科学的な数値を持って指導してくれる方がこう研究員として入ってくるとなると、またコーチの在り方も変わってくるというか、まあ、試合の中での展開とか守備とかそういうところに特化してとか、まあそうだな、うん、まあ、そういうことになってくる可能性はあるよね、うん、あとは数値化してるから、はい、それを見ながらどういうふうな考え方、うんうん、じゃあこの数字を上げるにはどうしたらいいとか、うんうん、もう本当にこう計算で出せるっていうかさ、はい、だからそういう時代だよね。コーチの方もそういう研修会とかそういうのにこう出たりとか、うん、ミーティングでこうコーチとはみたいなのを
教わったりとかそういう時代になっていくんですかね。まあそれなっていくと思うよ、うん、なんていうの、俺らがやってる時代の選手がいてね、はい、バッターとしてで今のピッチャーがいきなりタイムスリップして投げるとするじゃん、うんうん、打てない。今その時代ですもんね。俺は打つ自信はないね。昔の理論と思って。いやだから慣れは必要だと思うよ、うん、でもいきなり来られたんでさ、うん、慣れたら対処法っていうのを自分で見つけ出すと思うけども、うん、そりゃね無理だと思う。そうですよね。150キロのフォークなんか見たことないもん。今はねバンバン投げてますからね。お前155キロのカットだぞお前。打てない打てない、全部お前指落ちちゃうから詰まっちゃって詰まって、いや本当にもうそのぐらい時代は進化してる。そのぐらいやっぱりね今のレベルっていうのは上がってるし、うん、昔の野球っていうのがやっぱ通用しないという、うんうん、ただ野球の考え方とか、はい、進め方とか、うん、そういうものっていうのはそんなには変わらないんだよ、うん、ただそのやっぱり打てなくなってる、投高打てになってるよね、はい、そういった時の作戦っていうのはどう立てなきゃいけないかっていうのは、うん、やっぱこうそれは野球だから、はい、まあ、分かってるつもりなんだけども、うん、技術的にそのバッティングを教えるとか、はい、難しいぞお前。もう難しくなってきます。これからどんどん難しくなってきます。だって我々がダメだって言われる形を今一生懸命やってるわけだから、うん、そうですよね。何が正しかったんだって言うから、まあ時代だったんでしょう、ね、いやだから恥ずかしいよな今。いやだからついていけないと恥ずかしいことになる、うん、自分が、うんうん、だからやっぱこう一生懸命技術論でもどういうふうに打ったらいいのかとか、うん、まあ、そういうことも含めてやっぱ勉強は絶対必要だな。そうですよね、うん、だからやっぱより勉強してるコーチたちが残っていって、そうじゃないコーチたちはっていうふうにもなっていくでしょうし、あとはそういうコーチプラスそういうスペシャルチーム、専門分野の研究員だったりチームの人たちと連動してっていうのが、うん、こう新しいプロ野球界を作っていくのかなって、うん、その再編されていくのかなって。やっぱりねメンタル的なことだな、メンタルコーチが必要だな。でアメリカはありますもんね、うん、メンタルコーチは絶対必要だと思う、うん、数値化するっていうのは簡単なんだよ、うん、その器具があるからね、機械が、はい、だからそれをどういうふうに考えていくのかっていうことは、うん、選手とコーチに任せておいていいと思う、うん、ただやっぱこう精神的な支えというか、そういうのはメンタルコーチが必要かなっていうのは思うけど、ね、そうですね、うん、あとやっぱり最後ダルビッシュ投手は、うん、やっぱりコーチ陣も謙虚に学ぶ姿勢が大事とはもちろん好きだと思うんですけどね。みんなね分かってる風だけど、うん、やっぱねいろんなことがね欠落してるよ、うんうん、だからやっぱそこら辺はね素直に心開いて、うん、聞き入れた方が自分の得になるって、うん、そうですね。そこなんかね固くなりあれするよりも、いや俺らが打ってきたんだからそう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 、ね、打てないから今のピッチャー、うん、ね、それを打つためにはじゃあ自分だったらどういう努力をしどう考えるのかっていうことを、うん、やっぱ今の現時点に頭をこうね、うん、思考させて考えないとさ、うん、それは昔はお前、いやお前来たもんこうやって打ちゃいんねそれじゃ無理だからそうですよね。そんな簡単なピッチャーいないからですよね、うん、だ結局去年の WBC でダルビッシュ投手が投手兼コーチのような役割でいろんな投手に、日本人の投手に教えて惜しげもなく、例えば時にタブレットを見ながらとか、あれが多分ダルビッシュ投手が言っているそのコーチ陣の役割、まあまあ、なんですよね、うん、本来は。まあ、そうだけど、うん、ダルはやっぱりねアメリカにいながら日本の球界のこと心配してくれてると思うんだよ、うん、やっぱ本当にレベルをもっともっと上げてほしいなとか、はい、そういう思いがあっての、やっぱ彼は日本の野球はやっぱ見てるもん、しっかり。そうですね、あ、いやだからやっぱそういうことに耳を傾ける、うん、そういうことも大事なことだし、はい、ね、日本発信の、まあ、例えばダルがおーって納得するようなことも出していかなきゃいけないしね、うんうんうん、やっぱこう彼はやっぱ体にやっぱこう心配してくれてるし、うん、やっぱよく考えてるものをね、ですよね、うん、あと誰よりも選手ファーストというか、やっぱり選手が例えばある間違ったコーチの一言で運命を決められてしまうっていうのをすごく懸念というか心配してるのかなっていうのはすごく思います。だからアメリカのねコーチっていうのは昔だからどうなのか分かんないけど、明らかに投げ方がおかしいんだよ、なんか壊すような投げ方してるんだよ、うん、でコーチに聞いたの、はい、それはまあ教育リーグ、うん、教育リーグっていうか教育課程の中のコーチだったんだけ
けど、あれおかしいと思わないかって言わないのかって言ったら、いや彼は彼の人生がある、うん、私が言ってボールを投げられなくなったら私の責任になると、うん、彼の人生を背負うことはできない、うん、だからいいところばっかり伸ばしてあげようとはすると、あいいところはね引き出してあげようとは思うけど、うん、欠点を直すのはやっぱり自分で気がつくしかないんだと、うん、っていうことは聞いたけど、まあ、今もそうなのか分かんないけどもね、うん、アメリカの指導って、うん、まあ、それはそうだなと思ったよね。そうですよね、うん、コーチの方もやっぱり一人一人の選手の、ね、人生がかかってると思って勉強をして謙虚に教えてほしいっていうことなんですね。でもゆくゆくは自分の人生に跳ね返ってくることだから、うん、それはやっぱり勉強を惜しまないでね、うん、頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、